ですか？心配なしですよ、なるみさん。浜川さん絶好調なんですから。はい、もう新婚初夜だってバッチリです。いいなあ、あんたたちは気楽で。あ、宮前さん、お加減どうですか？ここは気持ちいいですよね。宮前さんもよく来るんですか？本当、あんたはいつも笑顔だね。あ、はい、ありがとうございます。あんたには俺の気持ちは分かんねえだろうな。あ、いつもヘラヘラして自分は健康だってこと自慢して。この笑顔がムカつくんだよね。なるみさん、ダメ。ダメ。宮前さん。なんだよ。確かに天川さん、宮前さんの気持ちは分かりません。
かりたい、わかりたいんです。教えてください。どんな小さなことでも。ああ、ミヤマーさんの辛い気持ち、天川さんに分けてください。ふん、難しいですね、なかなか。無理なんてしてませんよ。じゃあ天川さんも行きますね。事故か？車同士だって。誰か死んだか？嘘、事故って初めて見た。面白いな。面白い。で、いきなり走り出すとは思ってなかったよ。
無理もないな。事故が面白いなんて頭おかしいよ。逃げるなよ。こんな奴らのいる場所からはいくらだって逃げてもいいさ。でも自分に起きたことからは逃げるなよ。ここから逃げることをそれと同じにしちゃダメなんだからな。本当はな、このまんま飲み屋でも行きたいところなんだが。残念なことに親父と約束しちまっててさ。俺もそう思ってるから、ついつい電話しなくなるんだよな。悪循環だ。あ、お前も。何かあったら、いつでも電話しろよ。
い。来てくれるのだけが楽しみ。あ、内緒ね。絶対だよ。怒られちゃう。茜ね、風邪で熱出しちゃったんだって。お母さんが午前中に来てね、言ってた。でね、お母さんも看病しなくちゃいけないからってすぐに帰っちゃったんだ。だから今日は赤雪くんしか来ないんだ。昨日の夜、変な夢見たの。私がね、ずっとここで寝てるの。でね、高雪くんが毎日来てはそこに座って泣いてるの。そう、毎日毎日そこでずっと泣いてるの。私に何か言うんだけど、私は何を言われてるのかわからなくて答えられなくて。私はそれが悲しくて、やっぱり泣いてるの。でも、涙もね、全然出てくれないんだよ。体も動かないし、口も聞けないし、すぐここで高雪くんが泣いてるのに、何もできなくて。そのうちね、高雪くんが来なくなって、一日経って、二日経って、ずっともう来なくなっちゃうの。そんな夢、だから今日高雪くんに会えたことがなんかとってもとっても嬉しくて。
今日高幸くん来なかったらどうしようって、本当はずっと不安だったの。うん、ごめんね。高幸くんが泣いてくれたのに声もかけてあげられなくてごめんね。私どこか変わった？私の顔、体、この手もそう、どこか変わった？どこでもいいの。私、変わった？人ってこんなにすぐ痩せちゃうの？私少し、うん、とっても痩せてない？この手、私の手、ねえ高幸くん、正直に言って、私変わったよね？私どうしちゃったんだろう。なんで、何かがおかしいの？どうして、どうして？
高雪くん、ごめんね。どうして？泣いてるの？ああ、彼氏。ちょうどいいところで会ったわ。あのさ、この手のことには口出したくないけど、一応言っておくわ。二股かけること私は反対しないけど、その相手が天川ってのはちょっとさ、やっぱほっとけなくて。
ちょっと、何被害者面してんのよ。ほんと男ってのはね、付き合う時だけ調子よくて、あとは言い訳ばっかなんだから。ムキになるなんて余計怪しいわよ。あいつってパッパラそうだけどさ、本当はしっかりした子なんだ。ちょっと聞いてんの？あいつさ、自分のこと天川さんって呼ぶじゃない？あれって患者さんのためでもあるんだよね。やっぱさ、あんなちっこいのが自分の担当だと不安になる患者もいんのよ。天川、最初はみんなにホタルちゃんって呼ばれててさ、それで余計にね。でもさ、自分で天川さんって呼んでりゃみんなそう呼んでくれるでしょ。でしょ？そうすりゃ患者さんもベテランなんだってほっとする。単純なことだけど、これだけで随分印象が違うのよね。私が看護婦になったのってさ、特に理由なかったんだ。ただ手に職持ってた方がこれからは有利かななんてさ。でも天川に出会って私考え方が変わったんだ。こんな私でも誰かのために何かできるんじゃないかってさ。彼氏？天川泣かせたら許さないからね、私。
なるみさん。ですか？泣いてるですか？鈴宮さんが何か？二人とも感受性が豊かなのね。夢に本気で泣けるなんて。そうね、鈴宮さんはともかく。成美くん、今日はもうお帰りなさい。鈴宮さんの精神状態が不安定だわ。医者としては心配ね。私だけど、どうすんのさ。夜はずっと雨だって言ってるさ。
ババ、バカ言ってんじゃないさ。おごる必要なくなって、せいせいしてるさ。アンデストあんたに言われなくても、まゆまゆにはちゃんと言うさ。